そうですね、ゲートがちょっと心配だったんですけど、うまいこと出て2番手外で仁義、もうこの4コーナーまで行って、もうそうですね、用意どんのレースになったんですけど、まあ、あそこで3コーナーからもうちょっと競りかけたりしたらもう少し勝機あったのかなって思いますね。4コーナー曲がって少しちょっと寄れる部分があって、集中力がふっとちょっと欠いた部分があったんで、あそこはもう少しスムーズだったら逆転あったのかなって、はい。まあでも負けてもすごくしびれるレースで、負けたんですけどちょっと、満足じゃないですけど、まあ、次こそはっていう感じになりました。はい、まくりきるのか、そうですね、まあ、ああいうレースにはなるとは思ってました。まあ、ただ本当に後方過ぎたらやっぱり道中で足を使ってしまうので、そこだったらちょっと厳しいなと思ったんですけど、まあ、ゲートさえ出ればいい勝負はするとは思ってました。はい、普段はすごくおとなしくて、だけどカットした時はもう本当にもうレースだけスイッチが入る馬なんですよ。もう なかなか珍しくて、そこだけに力を発揮するんで、まあ、すごい馬ですね。で、まあ、長距離はもうほとんどこなせるのじゃないかなと思って、すごく長いとダメっていうわけでもなくて、もう自分のペースでいけるし、人間がもう指示した時に反応するんで、はい、まあ、短距離はちょっと忙しすぎるんですけど、まあ、長距離ならもう馬と人間、まあ、ジョッキーとのコミュニケーションを取っていける馬なんで面白いなと思ってます。ないですね。まあ、折った時にクッと反応してくれたらもういつも通りで、反応が名古屋大商店の時はちょっと反応がなかったんです。ちょっとアクシデントがあって鉄がずれて、まあ、そこで馬のメンタル的にちょっと嫌だったのかなっていう感じでしたけど、順調よく行ってたんですけど、ちょっと体調崩しそうな時はあったんですけど、先週の追い切りもちゃんとこなしてタイムが出て、あとはもう今週の追い切り、まあ、状態を見て目いっぱい行くのか、馬なり強め行くのか、あと数日で判断して、でそれからもうそれが最終の調整になります。はい、大丈夫だと思います。やっぱ馬体が大きいんで、それほどやっぱり苦にはならないと僕は思ってますけど、はい、今回はタガノウィリアムがもし入るんであったら逃げやられて、僕のがちょっと出遅れたりしたらちょっと、どこで仕掛けるのかとか、やっぱりジョッキーの腕に頼るしかなくなってくるんで、そこが気になりますね。逃げ切りがやっぱり、はい、そうですね。まだ5歳なんで、もっともっと成長して、園田の顔になれるように頑張っていきたいですね。まあ、転入した当初のイメージではもう先行力もあるし、調教も乗りやすい馬だなっていう感じでしたね。まあ、レースぶりはね、逃げたら強いなっていう印象でしたね。そうですね、点に行くスピードもありますし、その後のある程度のラップで走れてバテないっていうのが強みですね。まあ、ゲートさえスッと出てくれればそれほど気にはしてません。なんとも言えないんですけど、まあ、調教のイメージでは別に逃げなくても大丈夫かなっていうイメージあるんですけど、まあ、やったことないんでそこは何とも言えないです。まあ負荷って言っても中2周ぐらいの感覚ですし、まあ、それほど強い負荷かけなくてももう体は仕上がってるんで、まあ、あとはバテないように持っていくだけだと思ってます。まあ、最終追い切りは前走ぐらいの感じで、まあ、さらっと半マイルから行って、まあ、51秒ぐらいの時計で追い切れればと思ってます。変化、大きな変化はないですけど、まあ落ち着きが出てきたかなという感じですね。まあ妥当かなと思います。まあこっちはある程度の速い時計で走れる馬なんで、まあ後ろの馬に足使わせるような競馬をすると思うので、そこでどう対応できるかなという感じですね。そうですね、セット杯ハンディキャップっていうこともあって難しいレースになると思うんですけど、まあ、ファンの期待に応えれるようなレースをしていきたいと思います。そうですね、まあ、中距離、まあ、1007とか1008ぐらいまでだったら今のところ充実してるんで、やっぱり前々で競馬できたら
そんなに崩れることがないかなって感じを見受けられますね、はい、そうですね、もともとは逃げた方がどちらかというとしぶとかったんですけど、最近やっぱりメンバーが強くなるようになって、あの逃げてる箱回りとかになっても競馬できるようになってきたのはちょっと強みかなとは思ってます。そうですね、あの時はやっぱりちょっと位置取りがちょっとごちゃついた時に、本来いる位置じゃなくてもあそこまでやれたってことは評価できるかなと思ってます。あのレースで結構自信を持ったっていうこともありますか？そうですね、もうあのレース以降からやっぱり下げて もう現状先行で下げてもなんとかなるなっていうのまでは目処がついたかなって感じですね、まあ、長所はまず、ゲート離れがいいので位置取りが いいポジションにつけれるってことですね。で流れさえその速くなったりとかしなければ折り合いはすぐつくので、その辺がこの馬のいいところかなと思ってます。やっぱりいい状態をキープできているのと、やっぱり感覚をちゃんと取りながら出走できているので、いい状態では出走できるかなって感じなんですけどね、はい。まあ、プランは いつも通り、まあ、夏場だしそれも考慮しながら、まあ、しっかり長めから追い切りをしてっていう形ぐらいでちょうどいいかなと思ってます。そうですね、もう少しハンディングがあったらもうちょっとねいいかなと思いながらも、まあまあオープンも2個も買ってるし、まあ、55.5キロで、まあ、なんとか持ちこたえてくれないかなとちょっと期待を寄せてます。そうですね、 相手はやっぱり強いっていうイメージもあるんですけども、一頭ちょっと抜けてるような馬もいるし、ただ上がり向いてやっぱりバーッと速くなった時に対応しづらいかもしれないけども、その点先行で内側で溜めれたらその辺はなんとかリカバリーできるかなって感じなんですけどね、はい。そうですね、こうやって、まあ、夏場だし、ねまあ、体調を維持できてやっとここに出走できたっていうことだけでもありがたいんですけども、やっぱり出る限りはやっぱり勝ちたいなっていう気持ちでやっぱり出走させますので、どうぞ応援よろしくお願いいたします。